まあな、ちょっとおまけしといたぞ。ありがとう。おいしい。味も香りも火の通り加減も完璧なハーモニー。特にこの踊る鰹節が最高。そんなに慌てて食べるなよ。男も女も関係なく、人に好かれる方法ならややも知っている。それは何だ。おいしいものをご馳走する。ややならいつでもご相伴に預かる構え。待ってる。なるほど、一理ある。お願いしたいことがある。え、店閉めた後でよけりゃ。よかった。それじゃあ今夜福猫神社で猫神様の集会にご招待する。あ、猫神様の集会。ありがとな。おっせ、来たぞ。いらっしゃい、木枯らし。気にせず脱ぐな。終始不思議の国に迷い込んだ気分の木枯らしで。それだけで宙へ浮かぶ。ふわふわる、ふわふわり、あなたが笑っている。それだけで笑顔になる。